しもし、もしもし、マクドナルドさんかいな。な、な、な、うん、な。あのな、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 年に一回、な、発売する月見バーガーあるやろ。な、今年ももう9月や。今月、発売するわけや、な。あれわし、毎年楽しみにしとんねん。うん、あれうまいんや、月見バーガー。あれな、あんなにうまいもんをな、なんでレギュラーメニューにせえへんねんちゅうことでわしは怒っとんねん。え？年に一回の限定メニューとして特別感を出したいんですわ。わかった。そんなもんは、わしからしたらどうでもええねん。うまいんやから。うまいんやから、毎回食いたいわけや。な？な？な？そんなまま出し惜しみせんてやな。なあ、レギュラーメニューにしたらどないやねん、お前。毎年9月になったらな、わしはもうそろそろ秋やなと、マクドナルド、その月見バーガー出るわ。まあ、買いに行かなあかんわなってんの。まあ、その楽しみもあるよ、あるよ、あるよ。でもな、でもな、毎年一回やなくて、まあ、毎回買いに行きたいわけや。なあ、うまいね、あれ、なんや。他のメニューもうまいよ、そりゃビッグマックもうまいわ、照り焼きもうまいよ、そりゃわしな、毎回買いに行って。な、お世話になってます。ありがとうございます。うん。そりゃマクドナルドにはお世話になってるけどもやな。あんなうまいもんをなんで年に一回やな、お前。アホとちゃうか。なあ、アホやろ、お前。レギュラーメニューにせんとどれすんねん、お前。あんな、あれまたうまい卵と、その、バーガーの、うん、ハーモニーの中にあのソースがうまいわ。あれ、誰が作ったんや。教えてみ、誰が作ったか。わしがじきじきにお礼に行くわ、ほんま。あ、お前よう作った。お前こんなうまいソースよう作ったな、言うて。なあ。おかしいやつや、どう考えても。わしやったら、あんなにうまいもんやったら、即レギュラーメニューや、そんなもん当たり前やろや、お前。楽しみにしとんねんから来たやつをそんなもんお前買いたいんやから。そうやろかい。なあ。ビッグマックだけやったらんな、そら月見バーガー行こうか、ほんなら、って。なんぼでも食えるわ、みたいな顔して。なんぼでも食えるぞ、月見バーガーやったら。え？そんなもん、あんなうまいもん、なんで年に一回やねん。頭おかしいんかよ、あれ、ほんま。え？世界的に有名なマクドナルドやねんから、もうちょっとここ腹くくって、消費者に感謝の気持ちを示すとかないんかよ、アホみたいな顔して。なあ。楽しみにしとんねんから、毎年。毎年じゃ足らん。毎日食いたいぐらいや、ほんだから。せやろかい。秋も冬も、春も夏も、全部食いたいやろ。そやんなっとんねんから。なあ、よう考えや、ほんで、よう考えてみ。月見バーガーの売れ行き、っていうこと気づけへんのかい。お月見バーガーはけとるな。これはレギュラーメニューにしようかっていう発想ないんかい。なあ、はけるやろ。月見バーガー、よう吐けるやろ。そやろかい。そんなアイデア出すやつが一人やおってもええんちゃうか。わしが声を大にして言うたろか、社長に。なあ。え？検討させてもらいます。ほんまに検討するんやな。え？検討せよ、ちゃんと。今それ買いに行くけれども。なあ。そん時もお前、わし毎回言うとんねん、ラジで。これレギュラーメニューにせえ言うで。レギュラーメニューにしたら毎回楽しみにしてるやつが毎日食べられるからこんなありがたいことはないわ、言うて。お前、わからんのか、言うて。いつも食うてる。なあ、頼むで、ほんだら。え？買いに行くけれども、そろそろもうなんか月見バーガーの話してたら食いたなってきたから、そろそろもうちょっともう我慢できんから、今から行くから。なあ、うん、なあ。